こんにちは、ドルフィンアイズダイビングスクール小田原です。今日は BC のパワーインフレーターのオーバーホールをしています。これから最終的に空気が出てくる、吸気する部分の組み付けをしたいと思います。この部分は金属のネジとプラスチックの目ネジ、そういったところに組み付けていきますので、ただ単純に締め付けると目ネジの方が壊れてしまいます。もちろん規定のトルクは決まっていますので、一気にかけていきます。こんな感じです。じわっとやると本当に壊れてしまいますので、こんな風に一気にいきます。今でこそ